たってきちこちとかこに出した答えが間違って誰のせいではない決めたのはあ再販決済してきたおありがとう嬉しいこんばんは あんまお、新グッズ。ありがとう。新グッズも結構、漏れてましたね、くるくる。あ決ケースに買いましたえっ、嬉しいです。ありがとう。待っているよ。漏れてましたね。でやばい。今日今日さ、ちょっと、ま、布団で寝たきりかわからんけどさ。 体調不良ってる。今朝はすぐ済ましたから8し、八月広島。あ。嬉しい。楽しもね。楽しもうね。ねえ、髪めっちゃ伸びたな、これ。こうやって見た。えっ。さっき見たら、くるくるのアクスタクリアポスター完売。えっ。本当それ。早くないか。すげえ。え。本当それ。すごい。え。 本当ですかあちょっと唇に色がないなるほどレインマスター十連ありがとうミケスアイスかくアイスナイスアイスおスパムチアイス,アイス,アイスメガネケアルケアルケ、ね、アルケアルダスアイス リンクアイスミニシ、あ、間違ちった。アクストミニポスト。えもう決済完了した。お<っ>ありがとう嬉しい。では、ケプト。オンプアキラ、アイス。朝まち、花。ド入ってる。こうやったらわかるよ。なんかさ、ここのさ、輪郭が、こうやってできたらちゃんと動が入ってるってわかるっていう。この 方ってなるっていうでつけたらんか物足りない感じしないやばいクリボアイス最速え,サイズえすごいやっぱビジョンがちょっと良かったからあれたらハートつかアイステ手ナがアイスつアイスあ買えなかったえそうなのあれたらハート手ナがアイスジャークプトダルマケイマアイス手ナがアイス おっありがとうつかアイスピコツは ice オルチアイス、カカアイスアメリカチーモウリキリンデアック i c さイワサいカユキヨつかアイス、ジーキハーとオカピアイスつかアイスオカピアイス、レディックハナトバババコメントが一番 上まで行っちゃった読む前に信号くじ引きありがとうオロチアイスワりガルかわいいしたらアイスティシャグあわ出すアイスオロチハートギラハートティシャグハートザンハートあ待って待って追いつかん出すアイス<っ>山さんアイスよしアイススルーザンアイス カズくんアイス出すアイスかすやすきかわしてありがとうやだけどカやとかね細やさんアイスヤしアイスカズくんアイスメガネくるくるあれシューリアアイスヤしアイス明けさかのありがとうカナルリアイスイキアイスあガネもかわいいやったちょっと今日なんか血色感なくてお恥ずかしいドンちゃんアイスカークンアイス ミシャアイスドンちゃんアイス,スイシュアイシュって言っちゃったえー、びっくりありがとうございますたくさんクリアポスターとアクリルスタンドゲットしてくださってありがとうございますゲットできなかった方もまた機会あるかなあナイトクルーチ企画面白そうじゃろう竹くんかっこいい うれしい。あそこもアイス。バイ,イ,イディオアイス。イまさんハント。うちはしてきたおる。ともともくじ引き。イナセスアイス。アッキーアイス。ドイヤ小判。はさりかいれみアイス。ガチアイス。おっ、追いついた。そう。うちはもう、今回は。 裏が名前ただの名前じゃなくてあのニックネームなんですよくるくるって書いてあるんだちょっと気になりますねよしのびアイスあと何があったっけかなうん。なんか結構さ今までになかったようなさ グッズも今回多かった。フハント2人かいでめるアイス。あクルージングありがとう。ありがとう。あそこ持ちアイス。あそう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 。タオルもあるね。タオルもあって花火の柄。イントネーション花火の柄。ウルスカイアイス。100アイス。高橋橋ハント。マ、ま、ナちゃんアイス。 あ、そう生う、生シーフォルダとかもあったペーナッチシートもあったあ買う嬉しいラスカルアイスえプレートライトもね珍しいよねくるくるが発光するんだよアイスラスカルアイスいつ ストラバーも演奏以上に収納できなくてから確かにお気に入り用とかあるよねおしめん飲み用みたいなねリコタあわ花子ハート中西子一ハート使うアイスうん21はが当然おっありがとう待っているよタイトルアイスベレー帽 お買いったあっあ嬉しいですアクスタを買えなかったからではないですがキャンバスボード買いましたえありがとうキャンバス,キャン,キ,ャンスキャンバスキャンバスキャンバスボードありがとうサイン書きたいあのキャンバスボードキャンバスボード見たらサイン書きたくなるあれちゃんアイスアイスリュア,アイス杉本咲アイス消えたアイスあゆうかわいいよゆうかあ嬉しいじゃろマ、ま、なちゃんアイス アイス。カトロアイス。あ、可愛い,いよ。あ、嬉しい。キュン。ケイちゃん、可愛いい。カジゴシアイス。テイシュナあわ。握手あった。握手なくしたと思ったらあった。開始。開始三秒で見つけた。二人きりで見。あわ。やっぱ髪が。 イイズアイスボ、ボブとボブとヤスルリアイスイズハートナビチアイスカズクンかわいいエムハートユウクハート よくや新鮮のクスになりそうですえいいよ仕方ないちょっとせない <laughs> あも僕かわいい嬉しいフフフハートお マアアアイイイスますアイスススあうちはあとペアライトシートポチってきたありがとう嬉しいですなんかグッズが結構なんか高頻度で最近売られてますねこのままグッズのグッズのさ情報くるくる言ってたよねすごいいっぱい出るのにたくさんゲットしてくださって本当とにありがとうございますキルキルも欲しいと思ったよね買おうかなって何しアイスクレーパー当たり

25期のグッズも来月お楽しみやな。エキスバハート爪をくじ引きありがとう。マスカッアイスエキスバハートマサフェクトアイス,ア,イスアンテラハート。ーじゃあくるくるは影響されやすいので影響されやすいタイプの人間なのでじゃあ戦国時代の あの武将、武将について。学びましょう。高森アイス。ウォッカ、アイス。キングでも面白かった。ウォッカ、アイス。超絶面白かった。とも、ハント。ウォッカ、アイス、あ、アイス。 今年結婚してありがとう。やだ、帰っとくね。出てく。アイス。J 二十六アイス。リンクアイス。あやべ全然分からん。高さか高さか全然分からん。<laughs> くるくるね。歴史苦手なんですよ。歴史も苦手なんです。スパークフェスもメガネで。あら。 やっちゃおうかしらとか言ってアイス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 青ウインクして漫画もおすすめえ漫画も読んでみたいと思ったジェリー2あわ確かに海賊なのにえキングでもスマホゲームあるのわかりましたリフアイス山アイスリフアイス 戦国部署とか面白いえくるくる覚えらんないよえそう布団で寝たら首が痛くなってもボキボキ今日は久しぶりに映画見てきたあっ一緒おお貴にかっこよかったくるくる一人で泣いてたよ今日今日結構泣いたんだけど私下丸泡山泡間違えた下丸アイス両布泡花子旗前回読んでるえすごい えなん、何巻あるなんかもうんなんだっけワンピース」とかさもう何か何百巻みたいなあ七72巻すごいラッキーセブン入ってるやんいやまあハントまさかじゃアイス 覚えに行く持ちゃだアイスこじアイスそうめっちゃしかも今日は横の方の席を取ったんですねこう横の席取って横でちょっとまあカップルとかもいっぱい出してちょっと横の方に座って一人で楽しみました一人で 結構始まって10分何かもうんかも早い早いんだけど <laughs> みたいな眼鏡してるから眼鏡こうやって見てるわけこうやって見ててさこうやって垂れてきたらさもうこうやって拭けないのだから一回眼鏡取ってこうやってこうやってやって,やって,やってこうやってもう一回見んという原型結構手間 <laughs> サッさくアイス 村上水軍の一派来島水軍のうちに来島と会話したがやっぱ若干5時アイス一人で映画一人で一人でった映画から先は大体は一番後ろの真ん中派なんだけど埋まってたらなんかあんまり隣に人がいると集中できないから3席ぐらい空けるの。 隣と、まあ、そんななんかいっぱいの人がいっぱいの映画の時は仕方ないんだけど少ない時は隣から3席ぐらい空けるから、まあ、真ん中取れない時もまあ結構あるけど「文きアイス」「コジハート」オ「オカピアワ」「オカピアワ」「リスト係、ね」花束「ハートボまさアイス」ひっそりと泣いてたおつうがが夜間においいね「つアイス」「映画館の友はチュリトスとポテト」 アイス満喫だけでキングダムチャレンジ今5 4おう5 4結構あと少しルュアイストンちゃんアイス JRPMS マジだ QMS アイスルュアイスハンちゃんハートエさまるアイスまくクスコハートめっちゃ <laughs> そめっちゃ開けるのなんか黒く大体うん 感動系あーでもそうか感動系も見ないけどミュージックとかは本当に知らない人でも近くにいたらその泣いてるとかバレたくないから遠目でシュリアアイスポップコーンじゃなくてチュリトサラダうめえっいほんとチュリトス愛です愛いけるアイスチョさんが昔漫画イケえすごい 頑張ったら夜一気できる一気見できるやつ間違えると隣とポップコーンやばいやばいやばい一人で舐めてポロポロだよねーみたいなふんみたいなでもくるくるさ <laughs> まあこんなこと言ってんのか分かんないけどささまるアイスゴールデンカムイと一緒になっちゃって <laughs> そのキングの <laughs>。 多分主演が山崎賢人さんって一緒なんですよだから「その今日キングダム」見てて「おい不死身だろ不死身だろ!」って起き上がり不死身だろって思ったらそれはゴールデンカムになりましたあっ間違えた間違えたと思ってあ間違えたと思って <laughs> 難かったちょっと <laughs> そうでもやすごいなと思ってそのどっちもねこま戦国系戦う系の話なんだけどどちらもやられていてすごいアンディアイスえひろアイスそう伏見だろって思ったら違ったこれネタバレじゃないので安心してねネタバレじゃない大丈夫実写かななりいやすごいですね

そっからはもう気づいてからは頑張れというふうに <laughs> あダメだ頑張れって言っちゃダメ楽しんでも違う <laughs> まあ頑張れ頑張れ将軍だから将軍っていうか戦いだから頑張れって気持ちで応援してましたえっ足一歩かあるちょっと嬉しいちょっと嬉しいあ頑張る時もあるさすがにさすがにキングダムは頑張れか 頑張れって言葉これ以上言いたくないだって君が十分頑張っていること知っているからっていうふうに思いましたねまあ確かに芯もまあまあ不死身だよねでもそれは何かうんえ生きてるんだトラバガニアイス」 でもさ不死身ってさ強くないあ痛みは感じるんか不死身だったらさどんな気持ちなんかな人生サンフレの次のあワールドカップうん見た愛媛 FC さん見た天皇杯あワールドカップじゃないこれ <laughs> ワールドカップじゃない天皇杯天皇杯ワールドカップじゃない間違えた見せた見せた天皇杯ね あ、河原拓夢さんがレンタル移籍してたとことえ思ったなんか瀬戸内バトルだなと思って確かに真にはひざ役似合わないいや確かにやるなって言っても行くもんね多分恭太郎アイス痛みを感じない不死は最強だと思いますが痛,痛みを感じるね痛みを感じる不死身って不思議じゃない 日光アイス藤見藤見ならの20歳くらいで成長まあ確かにどんな体調で藤見でいるかだよねついよね愛媛 FC サポーターなのでよろしくああら敵ですねあ敵じゃないんですね ライバルですね仲間でありライバルというふうにんかアイス世界が滅亡間違えた地球が滅亡しても自分だけ生き残ったよ逆に確かにそれはそれでね辛そうひらひかりアイスストーチっていうのがまたねあっ窓は川村徳馬さん人体断裂えっなんか見た記事記事を見ました記事いた そううとかいい言葉でおさおささ痛そうっていう言葉で終わらせられないよね加藤選手を縫ってましたね5針いちばんアイスマックスコシマハートいけるアイス M ハート確かに健康寿命の方が大切だね 人形がさ倒れてんだけどさ幽霊の仕業昨日は倒れてなかったよねハラシンアイスマックスカシマハートスそばチアイスえ全治3ヶ月 おぉ、漢字がちょっと難しそうな名前の方が。アイスアリッパ。怖いなぁ、怖いなんですよ。あ、僕ら幸せ。あ、ちょっと、ちょっと。煙突、アイス。何サイコ、サイコキネシスって何のサイコパスサイコキネシス。でもごめん。私今日は、あの、キングダム見てきたから、普通に全然怖くない。そんな幽霊なんて。<laughs> 怖くない。私の心に <laughs>。 影響影響されやすい影響受けてるからハラスンアイスえまたアイスミシダルトクとタコ私の後ろにはあのー、大きなついてるんであの全然大丈夫です全然大丈夫です起き上がってもらって。 <laughs> まあ強いんでそうだよねフスポーツに気が付き物そうね。負けないし怖がってらやな,いなんかどの選手もハートが熱いえ本当にすごいここだよねここマックハートマサオ鼻ハラシアイスあ粘動力っての連日物を動かすあっサイコキネシス本当にあるの現実ハラシアイス 熊田かアイスそうヒクルいなんでああ曲名かさえしわこの知らないくるくる最高記念日あとで聴いてみよう怖い系の曲可愛い系かな年じて3時間くらいパワー持ちそうえっじゃ1か月くらい持つこのくるくる キングダムイイハートさんアイスでも絶対戦国時代には行きたくないですね。怖いですね SN のメンバーも公演やフェスコンサートに熱い気持ちぶつけてるの分かる分から面白いえ嬉しいあでもくるくるなんか何だったっけななんだっけスポーツマガジンだったかなんだったか忘れたけどスポーツもスポーツとアイドルは似たところがあるっていう文章を書かせていただきました おく,ちゃんくじ引きありがとう家族アイス一味かわいい広くアイスえ黒くんマジ影響されやすいよえ <laughs> 13日の金曜日並みに明るい曲あそうなの ?13 日の金曜日何かが起こりそうかわいいうしいかアイスお妃王妃王妃境界が強くて強かったねなんかでももう あのさもうさなんか戦い系のさ映画見たらさ情緒不安ってそのどっちを応援しようみたいな誰を応援しようみたいになる2 <laughs> アイスオロチアイスブルースカイアイスわっわらべくるくる <laughs> わらべくるくる STU の大勝負になる あの生まれだって大将軍の景色を見たいです私も消えるアイスちょっと馬かわいそうちょっとやっぱエクソイ x y 間違町たアイスそう外れいきましたそう出るんよマックスカシもハートオルチアイス確かにね裏のねなんだっけ 裏のトレーニングとかねブルブアイス馬なりたい,いもうくるくる本当に馬馬さん申し訳ない本当に馬ハ、うん、ートブライアンアイスマークアワーけいちゃん きー,ートースポーツって監督でだいぶ変わってくるあそうあそうなんじゃそうなんじゃアイドルの監督上さんじゃない上さんそしたらあわ騎馬戦したことな騎馬戦なんかなんかダメみたいな危ないみたいなはんちゃんアイスー 簡単めちゃ方アイスなんかむれましたわかりました荒れてるハート山さんアイス山さんアイス山さんアイスまさかずアイスてか普通に多分私が学生の時代はめっちゃ多分なんか規制,規制今もか今もか分かんないけど いろいろ「あいだめあいだめ」みたいな時代だった気がする分かんないけどなんか体育祭も諏訪馬に乗るマジでだ騎馬戦もダメだったし組体操とかもダメだし母校に名監督来て今年は優勝候補えっ やっぱ監督さんのもすごいんだ。ハラシンアイス。リフトやばいリフト怖い怖い。ハラシンアイス。プールで来ませんすごいな。コーラジの。好みさん。教会みたいな動きい。ええっともう、武器は。 そんな感じだったよ本当に武器はそ同じくらいの見た目だったでもゆっくり動くとも言ってたからアイタカアイスマスカザーアイス鬼王がノータッチになったどうやってやる見つけたらみたいな <laughs> むずいねそれすごい夏の朝クッキアイスそうしかもめっちゃコロナ真っ只中で体育祭ほぼ た短縮バージョンみたいだった中2からコロナだったから中2中3高1高2ぐらい高2で終わったぐらいかなほぼコロナ<笑><笑><笑>山んたかハートコミたんあジ藤マアイス体育の種目サックアイス オーナーはあ台風の目あった玉玉ががし玉転がしあリレーねまあやっぱ一番盛り上がるの実はリレーだよねあと部活対抗リレーもあった部活対抗リレー部活対抗リレーはもう結構結構もめに揉めましたね揉 <laughs> めましたね そう自粛の時期ねえコロナでまたねはやっているアイスえ運動会で他の生徒と聞っとしてきついじゃ保健室にた,らたえ大丈夫気をつけて気をつけてでももう終わった話だから気をつければ何もないけどそえー、結構強めの衝突2アイスあそうそう大玉転がし確かにオーナーは今考えたら3つかもあ 確かに。パンクい競争ないね。ローハイド。なんだろう。え、その部活最後リレが一番そう盛り上がるの。で、くるくるはダンス部だったんだけど。ダンス部って。都合よく扱われるんですよ。<laughs> 都合よく扱われる、あ、あ、扱われて <laughs>。 なんか地味に運動部なんか文化部なんか分からんやん。<laughs> でもリレーの時に運動部に入れさせられてでもそんな別に走,走るわけじゃないしダンス部ってそんな別に走るの速くないのに運動部に入れられて運動部と一緒に走らされてもう恥ずかしい気,気持ちみんなで。 最下位はダンス部って決まってる戦いをやってた部活対抗レーの時帰宅マジ虚無が <laughs> 確かに確かにね部活入ってないんですけどみたいなねしたらあわーそ,そう中間そうしたらあわー学年を縦割りでムカデ競争を得るため 前世とかあされんやあされやね吹奏楽部です似てるのかってえ吹奏楽も吹奏楽部もその運動部に入れさせてたのでも確かに吹奏楽部なんかこう楽器を持って踊ったりする学校とかもあります。だからかなえっ絶対文文文,文,ん文化部文化部よね文化部どの部活早かったえー、意外にバスケ部とか早かったバスケ バレーバレー早かったまさるハート陸上も早いけどうん爆ライアイスカリマ競争ないもう漫画ドラマーの中だけあそばちアイス 騎馬戦みたいに乗って騎手の人がボールをくりつけて生を回してボールをまとめてのローハイドえっちょっと楽しそうちょっと楽しそううちにすればボール入れるかが持ってりゅうりゅ走ってっえっ分かる部活のさなんかグッズ持って走るよねねえひらぐアイス学校に勾配勾配あった勾配りゅうやアイス ダンス部の時フォーティードルグループはなかったね海外洋楽が多かった洋楽とかなんかめっちゃ私の記憶残ってるのはムーンライトステーションムーンムーンライトステーション合ってる坂カオバさん 先輩ごと打ってたでもあれもやったよさあさあさーんてててーさーんたいっあった牙戦ねいや牙戦こそさ将軍だよね本当にもうそっち系なっちゃうよねあの戦い絶対もうその見た目からもう牙戦っていう感じからして 体育祭の委員会なんて金物競争百万円やばい <laughs> 絶対ゴールできんやつがアイスあ応援合戦ね確かに K ポップはねあんまりなかったかもけるアイスしたらあまえー、体育祭でいるクラスダンスの振り付けにリバーの振り付けえいいねすごい三国志ようなことないんよ。 でもちょっと気になる「彼物教唆女の子」ってか書いてるの聞くと好きな人を連れてくる連れてくるのがお約束ええー、漫画ドラマやんもうくるくるげ現地で見てられんかもしれん <laughs> 何やってんだて <laughs> なんかさだってえだってもしさ 好きな人がいるとしますでその好きな男の子が好きな女の子を連れてくるって書いてあるのを見るとしますで別の女の子を連れて行きます <laughs> 失,恋失恋じゃん失恋終わりやんせっかくの楽しいさあ体育祭がさみたいなって <laughs>、まあ、くるくるは中高女子高だったので 全く,の全くそういう場面を見ることはなかったんですけど「インズアイスー」1位で「金物競争イケメン」とかに地獄のお題出してほしいえっ、ー、くるくるだったらココアさんココアさんえー 葵さん葵さんかくるくるかなあ。たくたちで振り付けしたらイントロの難しいところの振り付け入れちゃってみんなに必死えなるほどねあそっか自分たちで教え自分たち覚えて教えるんかじゃけその <laughs> 本当の振り付けをね正義の振り付けを覚えて <laughs> すごいでも。 でも絶対さ楽しいよねそれやってる時って楽しいクルクルもやったよあの振り付けのやつマックスコハート確かにそれも青春青春青春ちゃ青春終わりましたアイスそうなかったどうどういう学校のあれか学校のそれぞれのあれか カークのハート文化祭の模擬店とかコロナでしたことないか中1はまだ学校入ってまだ慣れてすぐみたいな感じだからそんな積極的に仕事もあるわけじゃないからそんな育もにもない中2からコロナ中3コロナ高1コロナで高2はもう私はもう。 STU あんまりないかも高1でちょっとちょっとだけたた、もうちっさいちっさい文化祭みたいな <laughs> 確かにイケメンって話題出たらさここはさマレーシアマレーシアまでって1日ぐらいかかる <laughs> 連れてくるのに今日来ましょう ピンクアイスズキちゃんアイス自分もファンだと思ってたオタクが善悪で別の例にまとめらしくないくのみたたなと同じ感覚え絶対そう絶対そう絶対そう対なおアイスハラシンアイスなおアイス女子校もみんな憧れの先輩がえっあった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 ,あった普通に女子校でもなんか みたいなのあった先輩でカモカモアイスなんかそんなでもドラマみたいなキャーじゃないよちっちゃくちっちゃいち,ちっちゃいキャーあああ好きな先輩みたいな友達私の友達が好きな先輩がいてなんか手紙渡しに行くとか言って付き添いしたもん なよ行けなって <laughs> えっ、ー、修,修学旅行はね中学はぎり場所が変わった場所は変わったあ初見ですありがとう嬉しいくるくるに振り付き教,教室の先生えくるくるめっちゃおしゃれな人だけど頑張ってついてきてくれる リセンさんは STU 入ってたから収穫力なかったお一緒だ一緒自分たちでフォークダンスだったの女子と手をつなげてえっフォークダンスねこれちょっと読み方えっ舞台もあるんキングダムキスアイスエースのペアくちびきマサルアイス えすごいオ,オリンピックミーシャアイスー今ゲタバラブレターあるんかなどうしちゃんあわそしたらあわあるんかなどうなんかなキラ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 青春 学生生活。 めっちゃフォークダンス好きな子の前で聞く <laughs> 惜しいみたいなねえ卒業式の時ありました部活仲間のいたずらえいたずらやだ悲しくない大丈夫傷ついてないですか大丈夫いたずらねさたずらです嬉しいあつちやつや嬉しい 今の子はもう DM なんじゃないビヨン行ってなぁフォークダンスの相手が部活の後輩のお姉ちゃん部活の後輩のお姉ちゃん不思議な感覚えっ天使のはユージアイスマサルアイス これ欲しいなっていうのはさ LINE かな LINE じゃなくてインスタ交換するってきついジェネギャで触れた確かにでもさインスタ交換私もさ友達から聞くけどさどういうことどういうこと好きって思ってインスタ交換するのかどういうこと <laughs> あれかなララインだとハードル高い的なケツバッか人だかりできて騒いだえじゃいいいい記憶だったらもういいよいいよいいよあラインねライン欲しになるんじゃねえこコって振られて2階から突き落としてやばい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 事件だよ事件 始業式終わって帰ってたら走ったよ帰ってきてボタン下ろせって言う時人生びピクリしてえっ青春しちゃう青春じゃん確かにインスタのハードル低いんか LINE じゃなくて DM でいいやんってええー、インスタ DMLINELINELINE は家族だけみたいな感じだから でも,もはや私もさ、LINE はさ仕ライン、仕事の LINE、仕事の LINE っていうか、その、STU のさな、グループ LINE がすごい、イベントごとにグループ LINE ができるんですよ。もうそれが、もうたくさんたまりにたまって私、めっちゃグループ <laughs>、めっちゃグループある、今。もう結構前のみたいな、前のイベントのグループ。でもくるくるなんか結構グループ抜けれん人で、思い出とかで撮っちゃう人なの。 だから1年前くらいのイベントのとかあるグループメールの問い合わせを何度もして好きなからメールえメールなるほどねあポケベルねエランがアイス飛び箱のジャンプ大好きそうやばい飛び箱得意じゃなかったでも思い出した飛び箱怖くないなんか。 もうグループ結構あるよもう AH ないもうどれどのどのグループだっけってなってる、はい、あれあれどのグループなりアイスすぐ抜ける人いつまでもいる人分かるえ分かるだからまあ毎回メンバーは違うとはいえ残ってるメンバー一緒になってくるみたいな多分 <laughs> 抜ける人は本当にすぐ抜けるから くるくる抜けれないからあ、抜けてるっていうのを一人で見て最後の一人になる二2.5級グループあるよ二個ぐらいある三年一組グループあ、自分以外のそんなんあったらもう悲しいじゃん 飛び箱もくるくる怖いです間違えて違うグループライン送信はないかなないけど1回あってよ私メールのメール一回グループあの自分の1人だけの LINE にメモ入れるんですよメモして送るんですよそれを 2.5km のグループラインに送りました <laughs> あのメールモバイルメールに送る内容を 2.5km の グループに送りましたマネージャーさんとかもスタッフさんもいっぱい入ってるグループ LINE に送って叫びましたねで気づかなかったすぐに気づかなくて誰だったか忘れたけど LINE 来たんよ合ってる?み」みたいななんか「送大丈夫?」みたいな個人で LINE 来て「大丈夫?」みたいな焦った友達と行って叫んだ普通に。 アイスあっ串ね出てきたんやこれやった5秒ぐらいに出てきたポイント高めもほらえっ同じメンバーとかね全然あるあそぼちハートあそぼちハート拙者アイスかしこ甘っ先先輩 なんかずっと連絡,したい連絡先交換したいって思ってたけど意外に交換したら交換したで話すことはもうないですね <laughs> でも遊びに誘いたいなと思った時にすぐ連絡したりできたりこう相談したいなと思った時にすぐ連絡手段があるっていうのはまあすごいやりやす,やりやすいっていうかそこが嬉しいですね。 え結構恥ずかった。ハマ、アイス。既読7ぐらいついてたよ。結構恥ずかったよ。グループライン本当ん恥ずかったん。メルナイス t p 他のメンバー。やばいやばいそれはもうドキドキですね。大熊ハート、おしゃぶってハート。グー、アイス。をっ、ST ができたときに、そこで仲良くなってき初めての英語え いいねそれでねお友達おたおたともんいいフレなん,なんて言うんだろういいお友達関係えそれリップ巻き込むゃ気をつけるグーアイス電話しな先輩としたことない電話自体あんまないかもそんな大事 クールな友人から彼女宛ての甘々メールがごまくれ <laughs> そっとにして教えたけどえらい優しいクルクルだっためっちゃあ、まあその人との関係値にもよるけどめっちゃいじるねえ何今のみたいな <laughs> めっちゃいじっちゃう優しい とと名前友達にあ漢字ね漢字とかむずいよね確かに来島えっ来島の方の電話 <laughs> マックスかしまはんとそう一度も連絡できるってそうそうそれだけでも結構ね安心カラウンプールに行ってからお母さんと連絡えっまだしてないよなんかさくるくるも結構意外に考えん心配性みたいなとこあって なんか迷惑だったらどうしようとか思ってちきってるでもなんか何回か送ろうとして文章を考えるんだけどチキってやめるでも「送りたい <laughs>」すぐちきる私本当にちきる。 一回だってメモに送るもん。先輩送る内容は一回メモに送って <laughs>、よし、と思って送る。本人。りゅうや、アイス。白熊白熊、アイス。電話したら長くなりがちだけど、時には必要な時間。あるアズミンとはある。結構病んでた時期に、アズミンと電話してた。ちょっとだけ。スカル。アイス。マレーシアにでも LINE とかで無料電話。確かに、LINE がある系。 安いく電話できるんか昔は国際電話確かにえ待って時差ってどれぐらいじゃっけえクアラルンプールって何時間かかるんだっけ行くのに行くのは何時間で時差は1時間かえ確かに英文を添えてインビジブルワンあわん 確かに後輩はまだ交換できるのがかなうリアチュウゆいたんサッチーだけだからあれなんだけど4人しかまだその連絡先交換できる後輩 <laughs> いないんだけど一回そのお台場のフェスの時にかなうとラインしたぐらいかもしれない。 1> 1時間と時間あ間行くのに7.5時間で時差は1時間よねカルンプラ今22時半ってことは1時間こっちが1時間早いんかあ違う違う違う遅いんかあ違う違うんむずっ時間ってむずっ早い遅いこっちが進んのよね先に進んどのよねともアイスーそうなんよ 研究生に交換できんのそう,そう、まだあるよ。髪の毛の色とか、そう。髪型とか髪の毛の色はね、解禁されたんじゃけど。でも結構、連絡先はだい、そのグループの雰囲気を作る上では結構大事なことなんだろうな気はしてるけど。わかんないけど。<laughs> なんかその、まあ、いろんな、いろんな、 ちゃんと考えられてそのルールがあるっていうのももちろん分かった上でその連絡しやすい環境で相談しやすいとか先輩に相談しやすいとか遊びに行ったりするのでも結構気持ちあ もうちょっと頑張ってみようとかもなる気がするから大事だと思うんだけど、まあ、意外にしたらしたで連絡取らないけど取れる環境があるってだけでビール1杯無料サービスで機械に登録したて店てからしかないや <laughs> あるのくるくるめっちゃさ うん公式 LINE でめっちゃくるめっちゃくる M ハート手間抜けアイス時差ボケなったことないけどそうそうそう何を警戒してるのかそう理解できる部分もあるんやそうそうそう2 5 k 研究生の時代は三 k g とはえそうもう研究生でも 研究生でっていう環境の中で研究生っていう環境の中で多分木が違う人と交換しちゃいけないけ同じ研究生でも先輩だからダメみい言いたく止めないこんな世の中じゃポイズンだよポイズン <laughs> ポイズンだよそしたらまある程度ハートいつかアイスそうそうそう,そう えじゃあさもし朝10時に関西空港からクアラルンプールに飛び立ちます飛行機でそしたら10時11時12時1時2時3時4時5時5時半に着きます。 でクアルンプールは4時半4時半時差って不思議 <laughs> 時差ってなんなんもう時空の歪みじゃんオノピアイスオノピアイスいやさすがに 昇格してるサンキちゃんの4人は大丈夫だと思う。その同期との LINE の交換は。さすがに大丈夫だと思う。o ー,ーアイス。あ、20日。あ嬉しい。嬉しい。え、そういうこと ?1 が減るんよね。得。確かに得。得だよ。日本に行くときは1が。あ、そうじゃん。プラマイゼロ。帰るときにプラマイゼロになる。てけ、12時に。 あ、間違えた朝10時にクワラルンプールを出発しますそしたら11時12時123456時に着くってことえそういうことじゃんむずっ 日本に着いた6時ってこと違うわあとは「ハッピーニューエイヤー2回できるツアー」えいいじゃんいいじゃん昨日母親が向かった LA は時差17時間やばい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 真、まあ、ちゃんアイス 白鎌白鎌アイス確かにむ,むずいよ北北米とか日本日付変更線超えるわけわからんねでも実はな何かあったわ学校のテストで時差計算ブーちゃんアイスかンスハート「金の愛が金の愛が」 あ日本の中でもあるんじゃん北海道と沖縄みたいな1分ぐらいの時差とかかな <laughs> オーストラリアって時差どれぐらいあるっけえクルクルでも結構なんか楽しいその海外に行っとる時の時差計算楽しくてやってたなんか海外観光しながら 今友達。なん、何時だろうね、一時間遅れるゲーム。あ。オーストラリアなかったんか。 三十分ぐらいあるんか四十分くらいかえアメリカ国の中で三時間です <laughs> 震える 確かに待ち合わせ <laughs> じゃあ私は何時何分の飛行機に乗っていくね着く着くのは5時予定だよって言って行って着いたらえ5時予定ってことちょっと私もう着いたのにないじゃんあ時差だよ みたいなな感じになるってこと5時に作ってったら4時に行かないといけないんだね。もしカールランプールで待ち合わせしようと思ったらね。 むずなんで私を待たせんのよみたいな <laughs> なるよねあ確かに遅刻する時時差という <laughs> 待って時差時差って言ったらい,い <laughs> ミスター時差確かに KLP の人は配信何時間始めますマリアシア時間でえそっかかかんとさどっちだっけってなるよね難しい やばい今部屋にさ部屋のさ冷房つけてないけめっちゃ暑いんじゃけど何度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 そろそろスクショタイムし,したいと思いますそう長それだし <laughs> 配信だけじゃけ耐えれるかなとか思って。 うん酔いポーズ待つとてやろうちっちあメガネ 馬乗り、馬に乗るくるくる。戦国武将ポーズ。あ <laughs> って、違うよね。なんかこう。まなみ、めっちゃ可愛い,い、ありがとう。 荒木ゆうこさんめっちゃ綺麗だったなんかあわーほっぺっぷにやばいほらちょっとピンクなってない自然チークなってない暑くて暑くて自然チーク黒黒いろんな話題に対応できて本当とすごいえ嬉しいいっぱいいっぱい話題知りたい ちょっとだけ久しに行くあ, <laughs> あ、髪の毛摩擦するのかっこい,いそんなあんたもうずっとやっちゃう <laughs> 飲む飲むそう自ンチークほら泣き顔 <laughs> 終了それでは告知タイムをします今日から受付開始されましたクルージングナイトクルージング受付中ですぜひお待ちしてます詳細もねなんかさ DJ DJ 体験 ?DJ くるくる DJ あるんかななんかさ DJ とか書いて企画も出てたんですけどなんだそれはっていうふうに ちょ,ち,ょち,ょちょっとみたいな感じのやるのかな気になりますけどぜひお待ちしております体力に優れて関心えっしいあっ応募したありがとう広くハートクルージングクルクルージングでなんかな DJ ちょっと楽しみです本当に <laughs> あと撮影とかもあったりとかしますあと そうえ思ったなんか DJ さんンチ意識したんかなとか思ったおアクリルスタンド2種類購入いたしましたおありがとう嬉しい新制服とセブンさんありますおありがとう嬉しい申し込んだありがとう待っとるねそしてあのグッズも今日から発売販売されててあのクリアシートとアクリルスタンドが あありりががたいいこととに完売ししててるらしくてありがとうございますまだ他のグッズとかも売ってるのでぜひゲットしてねクルクルもちょっとなんか欲しいものあったのであとで親に頼んでみます <laughs> 撮影え撮影ちょっと聞いてみるクルクルが聞いてみてオッケーだったら言えそうだったら言いますおすすめグッズ 考えとくえでもうちわはなんかいつもと違うニックネームじゃけちょっと気になっとるそんな感じまた明日じゃなんかグッズグッズちょっと見よう <laughs> それでは壇上見たいと思います13位中ムーありがとう12位トマトポありがとう11位ウォッカありがとう10位忘れっぽいおうちありがとう9位青ありがとう8位ホタリカゆでみありがとう7位 ツーありがとう。ありがとう位ちゃん。ありがとう位ケイちゃん。ありがとう位ハラシン。ありがとう位ダス。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがルルルルルルルありがとう。ありがとうさん。ありがとうさん。今日も見てくださってありがとう。ます明日は土曜日楽しみましょう。 いい日にしましょう。それでは、おやすみー。